チャラは日本のミュージシャン、女優、音楽プロデューサー。本名非公開。埼玉県川口市出身。ユニバーサルミュージック所属。血液型は AB 型。父、母、妹の4人家族の長女として育つ。4歳からピアノを始め、小学校の頃から作曲を始める。9歳の時にチャラというニックネームがつく。中学時代にアメリカングラフィティア。 エイントノーマウンテンハイナフを歌うダイアナロスなどに影響される。高校入学後、アメリカングラフィティに登場するローラースケート姿のエイトレスへの憧れからローラースケートを始める。高校卒業後、ピアノの調律の専門学校に入学するが持っていたイメージとの相違が原因で1年で退学。高校生の頃からアマチュアバンドの手伝いでキーボードを弾いていたが曲作りには 興味があったものの歌は勧められても歌わなかった。19歳の時に失恋をしたことがきっかけで曲ができたため、それを歌うために20歳の時にボーカルに転身。新宿レイドで初ステージを踏み、六本木のバーでローラースケートのエイトレスとしてバイトをしながらライブ活動を続ける。デモテープがきっかけとなり、1991年9月シングル。 ヘブンでエピックソニーよりデビュー。1992年、セカンドアルバム、ソウルキススで、第34回日本レコード大賞ポップス、ロック部門のアルバムニューアーティスト賞を受賞。1993年、サントリーリザーブのシリーズ CM、リザーブ友の会、資生堂、PJ ラピスの CM に出演。また、ファンクラブ、チャラクラもこの年に発足した。 1993年、気鋭の若手映画監督として、注目を集めていた岩井俊二からのオファーを受け、映画、ピクニックに出演を決める。1996年、岩井俊二監督の映画、スワローテールに主演。劇中に登場するバンド、イエンタウンバンド名義でのシングル、スワローテールバタフライアイの歌は、初のオリコンシングルチャート1位を獲得。また、同作で、 日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。1997年、アルバムジュニアスウィートがオリコン初登場1位を獲得し、ミリオンセラーを記録。同年11月には、土屋公平のプロジェクトによるチャラウィズザ・ザ・99-1に名義でシングルを発表。1999年、ユキとチャラユキを結成、シングルを発表。 同年、長男を出産。2001年、Mean Machine にドラムとして参加し、シングル2枚とアルバム1枚を発表。2003年以降、エピックとの契約終了後はレコード会社には所属せず、インディーズでの活動となる。2005年にアルバム、サムシングブルーを2000枚限定で発売したほか、ファンクラブ会員限定ライブ、チャラクラパーティーを複数回開催。また、 新井キノとのユニット、コールドシュガーや、エークワイエットアラートネス名義でのライブ活動も行う。2006年より、ユニバーサルミュージックに移籍し、メジャーでの音楽活動を再開。2007年2月、約4年ぶりのメジャーでのオリジナルアルバム、ユニオンを発表、全国ツアーも開催した。2008年2月、夫の浅野が主演を務めた映画、モンゴルが、 第80回アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされ受賞式が行われるロサンゼルスにて夫婦揃って会見を行い話題となった。同年4月より音楽番組音楽バーカの MC を担当。同年9月映画ヘビにピアスで映画の主題歌を担当。原作者の金原ひとみと主題歌、キエルの死を共作した。2011年9月。 デビュー20周年を迎えた。2012年にキューンミュージックへレーベル移籍。2013年200曲以上の楽曲から厳選したセルフカバーアルバムジュエルを発売。その後もコンスタントに楽曲やツアーなどこなし、多くの評価を呼ぶ。2014年、クロスカンパニー社のグローバル新ブランド声のブランドアンバサダーにマナ娘スミレと共に抜擢され、 初の CM 親子共演を果たす。またそのイメージソングとして、レインボー、切なくて、ごめんねを書き下ろす。2015年9月12日、イエンタウンバンドが、大地の芸術祭越後つまりアートトリエナーレ2015で、約12年ぶりのライブを行う。12月2日には19年ぶりにシングル、愛のねをリリースし、合わせて、アルバム、モンタージュのリマスター版も発売。 これを機に、チャラとしての活動も活発化となり、定期的に TV やメディア等に出演を果たす。翌年には、KJ がゲスト参加をしたシングル、マイタウンの発売や、およそ20年振りとなるオリジナルアルバム、ダイバースジャーニーを発売するなど、定期的に活動を続けた。2016年9月、デビュー25周年を迎えた。 デビュー日に当たる9月21日には25周年記念プロジェクトの間として19年前に発売した最大のヒットアルバムジュニアスウィートのリマスター版と再現ツアーや自身としては初の45曲を選曲したオールタイムベストネイキッドスウィートを立て続けにリリースしたまた22年前の1994年に開催された ツアー唯一の会場であった日本武道館公演の映像を蔵出しし、当時の公演日程だった11月11日だけの限定上演がなされた。2017年7月19日、25周年の締めくくりとしてオリジナルアルバムシンパシーを発売。同アルバムには岸田茂、ケンモジヒデフミラが参加。このか、楽曲提供にも積極的に参加をしており、 近年では、新山しおりや高田久美といったアーティストにも、全面プロデューサーとして関わっている。2021年秋冬シーズンの GU、イメージキャストに登場した。1994年の春、岩井俊二監督の映画、ピクニックで共演した俳優の浅野忠信と出会い、交際を始める。同年、 日本武道館でのライブを2日後に控えた11月9日に妊娠が判明なお、武道館公演の模様は、お蔵入りとなってしまい、今まで映像化は実現しなかったが、23年の時を経て2016年11月11日に、1994.11、11、チャラ、ハッピートイツアーイン日本武道館と題して1日限定で、映画館にて上映された。 1995年3月31日に入籍。婚姻届提出の後に渋谷の路上で指輪を交換したという。同年7月4日に長女、スミレを出産。1999年12月19日に長男、佐藤姫を出産。以後、ベビーシッターを利用するなどして、育児と芸能活動を両立していくこととなる。 2009年7月24日、ナエバスキー場にて開催のフジロックフェスティバルに出演。翌25日、公式 HP にて浅野と競技離婚したことを、連名で発表14年余りの結婚生活にピリオドを打った。離婚届は代理人によって25日午前0時過ぎに、都内の区役所に提出された。浅野は仕事のため多い時で年間7割ほど家を空ける。 歳もあったこと、数ヶ月前から急に離婚に向けての話し合いが進展し、別居を経て離婚に至ったこと、長女長男ともに、チャラが親権を持つこと、医者料はないことなどを、朝野の所属事務所が明かした。ソウルや R&B にルーツを持つ。ウィスパーボイスやストロングボイスといった発声法を用いている。また、2007年の NHK ホールでのコンサートで、自身の声が、 年月と共に変化していることに触れ、声って成長すると語った。作詞においては、写すなどの同勲維持をひらがなで歌詞に取り入れることで、複数の意味を持たせる手法を用いる。作詞前の曲を、花もげら語で歌い歌詞をつけていく方法も取ることがあるという。10代の頃に、最も影響を受けたミュージシャンはプリンスであり、現在も共作を望んでいると語っている。 バックバンドの名称は、オーロラバンド。2017年には、長年活動を共にしてきた、オーロラバンドとは異なる、小編成のバンドとツアーを回った。主なメンバーシングル CD、配信限定シングルオリジナルアルバム再発版、ミニアルバムカバーアルバムライブアルバムベストアルバム、シングルアルバム2017年ユニクロ。ありがとうございます。